カシオペア、カシオペアは、東日本旅客鉄道、JR 東日本、IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道及び、北海道旅客鉄道、JR 北海道が、上野駅札幌駅間を、東北本線、岩手銀河鉄道線、青い森道線、津軽海峡線、津軽海峡線、海峡線、江差し線、函館本線、室蘭本線、千歳線を経由して運行されていた。 新大特別急行列車である。本校では、1999年から2015年まで運行されていたカシオペアのほか、E26 系客車を使用し、定期運行されていた時期の団体専用列車、カシオペアクルーズと2016年6月以降の団体専用列車カシオペア機構、カシオペアクルーズについても記載する。 本州と北海道を乗り換えなしで直結する、寝台特急列車としては、1988年、昭和63年3月13日から、北都星が、1989年、平成元年7月21日から、トワイライトエクスプレスが運行されていた。これらの列車はいずれも高い支持を得ていたが、カシオペアは、さらなる高水準のサービスを提供する、 フラグシップトレインとして、全客室を二名用栄心大個室とするなど、JR 東日本が新規に製造した E26、軽客車を投入し、1999年、平成11年7月16日、上野発17日、札幌発から運行開始した。全客室が二名用栄心大個室であり、他の寝台特急列車よりも高額な本。 列車専用の寝台料金が必要となるにも、かかわらず、人気の高い列車で、時期を問わず、寝台券は、乗車日1ヶ月前の発売開始とほぼ時に売り切れる、ことも多かった。なお、本列車は毎日運転ではない、臨時列車扱いであり、工術、鉄道情報システム、JR システムが運営する、JR グループ共通の、 予約状況検索サイト JR サイバースーションでは検索対象外となっているため代わりに JR 東日本のウェブサイト駅ネット及び JR 北海道の予約サイトにて確認できるようになっていたが2014年12月22日をもって JR 北海道予約サービスでの予約及び空席確認は終了した二千十五年平成十七年三月十四日に 寝大特急、北斗星が定期運行を終了し、同年8月21日、上野発22日、札幌発に臨時運行を終了して以降、上野駅を起点、終点とする唯一の寝大特急であり、日本の一般利用の寝大特急では、唯一機関車牽引で運行する列車であった。星座のカシオペア座、カシオペア座に由来、理由としては、 夜行列車をイメージさせ、北極星を中心に、北と七星とタイとなり一晩中北の空に輝く星座であるためとされている。また、カシオペア座は W 型の形状をしており、それがオールダブルデッカー、オール二人用個室、ダブルをイメージできることも命名理由とされている。北海道新幹線の開業によって、 青函トンネルを含む約 82km が新幹線と在来線の共用走行区間となり、河川電圧が在来線用の交流2万ボルトから新幹線用の交流2万5千ボルトへと昇圧される。これによって従来の ED79 系電気機関車が使用できなくなり、新型の A800 系電気機関車は日本貨物鉄道 JR 貨物保有であるため、 新大特急、カシオペアは、北斗星や、急行、浜那須などとともに2016年、平成28年3月の北海道新幹線、開業前に廃止となる降算が、極めて大きいとの見方から、存続問題に関心が集まっている。2014年、平成26年8月19日に、北海道、青森県、岩手県の幹部が、国土交通省を訪れ、 新大特急、北斗星、カシオペアの存続を JR 北海道などに働きかけるように求める要望書を提出したが、北斗星は2015年、平成27年3月13日で定期運行を終了し、同年8月21日、上野発22日、札幌発に臨時運行も終了した。カシオペアについても、同年9月16日に JR 北海道、 東日本の連盟で急行、浜那須、特急、白鳥、スーパー白鳥と共に廃止されることが公表された。そして、新大特急、カシオペアは2016年、平成28年3月19日、上野初20日、札幌初を最後に運行を終了し、新幹線開業日である同年3月26日付で、正式に廃止された。これに伴い、 機関車県員による一般販売の寝台特急は日本国内から姿を消すこととなった。また、2016年10月10日始発を最後にカシオペアクルーズについてのツアー設定がなされていない。E26 系客車は1編成しかないため、2016年3月で運行終了した一般販売分では、下りの上の発は非、金、日曜日、 上りの札幌発は月、水、土曜日のみ運行される臨時列車であった。ただし、春の大型連休や夏季、年末年始の繁忙期には、曜日にかかわらず2日に1本の運行形態を取っていた。また、2年ごとに10月下旬から12月上旬にかけては、車両の点検、整備のため運休していい。列車番号は、臨時列車のため8000番台が使用され、 下りが 8009, 上りが8010である。2016年、平成28年3月で運行終了した、一般販売分の停車駅について記述する。上野駅、大宮駅、宇都宮駅、郡山駅、福島駅、仙台駅、一の関駅から、森岡駅、函館駅、森駅、八雲駅、おしゃまんべ東谷駅、伊達門別駅、東室蘭駅、上り別駅。 戸間コマ駅南千歳駅札幌駅。車両構造等の詳細については、JR 東日本 E26 系客車も参照。JR 東日本ゴグ車両センター配置の E26 系、客車12両編成で運行された。客車は、すべて2階建て車両、12号車のラウンジカーのみ、ハイデッカー構造で、編成の向きは1号車が、上の方、12号車が、 札幌方を基本とし、青森函館間、津軽海峡線では、進行方向が変わり逆編成となった。12両編成のうち10両が客室であり、座席車はなく寝台車のみの設定である。また、寝台は、すべて2名用 A 寝台個室であり、開放式 A 寝台及び B 寝台の連結はない。このほか、ダイニングカー、食堂車を1両、 ダウンジカーを一両連結している。喫煙可能なのは2.56.11号車で、その他の車両は全面禁煙である。2000年代初め頃には、一名でも乗車できる特別企画乗車券、カシオペアシングルユース券が発売されていた。その後2009年2月から4月まで、上り列車限定で、カシオペア一人利用券が発されていた。以下の設備。 サービスが全客室に用意された。以上に加えて、カシオペアスイートとカシオペアデラックスには以下の設備、サービスも用意された。JR 東日本とビュートラベルサービスでの団体旅行ツアー、カシオペアクルーズとしての販売は一般販売の寝台特急、カシオペアが運行されていた時期から実施されており、上の8着のツアーが合計7回設定された。 2012年、平成24年10月12から14日の第一弾、カシオペアクルーズは、鉄道開業140周年記念の特別ツアーと、名打ち設定された。この時は、上野駅新潟駅秋田駅青森駅、仙台駅上野駅の工程が組まれ、E26 系客車が初めて、日本海ルートを走行した。2013年、 平成25年10月後から8日の第2弾、カシオペアクルーズ4秋田は、秋田デスティネーションキャンペーンの特別企画として運行された。往路は、上野駅や北駅、広崎駅、袋は、一ノ関駅、上野駅の工程だった。2014年、平成26年6月7から10日の第3弾、カシオペアクルーズ日本海、道南機構は、上野東夜間で運行され、 初めて北海道に乗り入れた。同年10月2から5日の第4弾、カシオペアクルーズ初秋の東北、道南は上の上り別館で運行され、以後は2015年、平成27年10月17から20日の第7弾、秋のカシオペアクルーズ道の区、道南機構まで、この運行パターンが主流となった。なお、 カシオペアクルーズとは別に JR 東日本管内のみのツアーも設定されていた。特に北海道新幹線が開業予定する2年前からは新幹線関連工事に伴い青函トンネルが走行できない期間にカシオペアクルーズを含めた JR 東日本管内での運行が設定されている。カシオペアクルーズは2016年10月10日始発を最後に ツアー設定がされていない。一般販売のカシオペアは営業運転を終了したが、使用車両の E26 系客車は製造から20年は経過しておらず比較的新しいことや、車内設備が豪華で一定の需要があったため、2016年、平成28年3月26日の北海道、新幹線開業後の運用については協議、調整が行われていた。 2016年、平成28年2月時点までに JR 東日本が団体専用列車として再び北海道に乗り入れを行方向きで JR 貨物等と協議し新幹線開業と共に変更される青函トンネルの河川電圧や運行管理システムへの対応として JR 貨物から800系電気機関車を借り受け 農産物の輸送需要が高まる秋などを避けて運行スケジュールを立てる計画で、それ以外の期間には、同社管内の周遊列車としても活用していく方向が示された。2016年、平成28年4月には列車名をカシオペアのままで北海道方面への団体専用列車として運行を再開することが決定。同年6月からカシオペアクルーズ及び カシオペア機構として運行を再開した。同年8月は2回のみ、ビュートラベルサービスにおいて、上野札幌館ではない。カシオペア機構として、上野盛岡館は E26 系にて、盛岡新函館北斗館は、東北、北海道新幹線、はやぶさを利用、函館駅までの片道旅行商品が発売されていた。9月3日。 始発にも上の森を間までのカシオペア機構が阪急交通車からも運行設定がある。そして同年9月7日始発でのカシオペアで行く新州の旅として初めて長野県入りのツアーとして運行された。同年10月10日には東北を一周するツアーが設定された。またこの団体専用列車利用でのツアーでも 収穫期にあたる周期には、JR 貨物所属の機関車が農産物運搬を優先するために、北海道乗り入れの運行は設定されず、また、北陸地方も北陸新幹線、金沢延伸開業に伴う北陸本線第3、セクター化に伴い、中部地方も JR 東海の客車列車通過禁止措置により、どちらも通過が不可能。そのため戦術にある通りに、 JR 東日本管内のみでのツアー設定となっている。その後、トレーンスイート四季島が本格的にクルーズトレインとして役割を引き継ぐことが発表された。北海道乗り入れについても2015年6月9日に JR 東日本富田哲郎社長は北海道など他社管内もクルージングすることを考えたいと述べている。 北海道新幹線開業による河川電圧変更の影響から北海道では運行できなくなる寝台特急カシオペアとの入れ替えで JR 北海道と JR 東本間で運行の是非を検討していたが同年12月2日カシオペアクルーズの運行ルートの一部で運行されていた道内乗り入れルートをカシオペアと入れ替わりで運行予定であることが公焼された また、E26 景客車での北海道内運行は2017年2月26日始発の札幌発上野終着をもって運行終了となり、今後は JR 東日本管内のみの運行となる。このため、トレーンスイート式島が北海道乗り入れ寝台列車、青函トンネル通過としても後継となった。また、トレーンスイート式島の運行開始後は、 運行が一通り、カシオペアクルーズの運行が設定されておらず、カシオペア機構のツアー設定のみとなっている。3泊4日の工程で本州及び北海道の観光地をめぐるカシオペアクルーズと一般販売と同じルートの上の札幌間を夜行で結ぶカシオペア機構の2種類が設定されている。カシオペアクルーズでは JR 東日本グループのビュートラベルサービスが 最高する周遊タイプのツアーのみが設定されるが、カシオペア機構では、ビュートラベルサービスを含む複数の業界者が企画した、北海道ツアーの往路、もしくは、袋の片道で列車に乗る工程のほか、ビュートラベルサービスでは札幌、または、上野到着後に解散となる片道乗車ツアーも、設定される。2016年、平成28年6月7月については、 カシオペアクルーズが毎週第1土曜日に上野始発で運行設定され、往路は上野駅から上越線、上越本線、大宇本線の日本海ルートを経由し、袋は一般営業販売と同じく東北ルートで上野駅に戻る。カシオペア機構の設定される週についてはそれ以外の土曜日に上野始発、日曜日に札幌始発で往復する形となる。 カシオペア機構は、一般販売時代と同じルートで、上野札幌間を往復する。不定期運行の時期から先日のように、東北本線、岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線経由の往路で、青森駅まで運行し、袋に、大羽本線、秋田青森間、上越本線、新越本線、区内に市間、上越線をたどる経路から、 東北地方を日本海側も経由して一周するツアーも存在している。2016年には10月10日始発のツアーにも運行された。また、同月19.2229日始発でもカシオペア機構としての旅行商品が設定されている。同年11月にも土曜日に上野発でツアー設定されていて、月曜日に返却回送がされている。 2017年1月2月の運行については、1月1日翌2日と土曜日曜に上野札幌間の運行でのツアー設定がなされているが、2月8日、始発だけは上野盛岡間のツアーのみで、翌日の設定はない。また、戦術通りに2月26日始発の上野終着をもって北海道内の E26 景客車での運行終了し、 以降は JR 東日本管内のみで運行している。2017年5月以降はトレーンスイート四季島が新大社における団体臨時列車の主力となっているが2017年5月27日始発で E26 軽客車の青森入りでのカシオペア機構が運行された。2017年7月1日の新州デスティネーションキャンペーンの特別企画として 上野長野間で、新州カシオペア機構が運行されている。2017年9月2日にも上野青森間でのカシオペア機構が運行された。青森県、函館デスティネーションキャンペーン、青函 DC のアフターイベントとして、2017年9月30日始発で、青森上野間でのツアー運行がなされた。また、2017年10月14日には、団体臨時列車、 カシオペア気候青森として、上野青森でのツアー運行もなされている。2017年11月25日には既存の上野青森間に加え、青森秋田間、大宇本線経由のコースを延長したカシオペア気候ツアーも行われている。2017年12月5日始発では、JR7 社共同企画スペシャルツアー24の列車でつなぐじっくり。 日本列島縦断十10日間ツアー E26 系客車利用は上野青森間に伴い上野東仙台信号上間ではアコ百系電気機関車を利用した団体臨時列車も運行されている。試運転は2017年11月6日にアコ百から21を使用して行われている。2018年3月24日に上野青森でツアー運行がなされている。 2018年5月19日に、森岡上野でツアー運行がなされており、上野森岡間では逆方向のルートが確認された。2018年8月17日には、上野湯沢間、青森駅、東北本線、岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線、秋田駅、大宇本線経由の運行されており、同月19日の返却回送では、上越線経由で行われた。 同年8月30日の大路始発には、上野青森間を大路では、高崎線、上越線、新越本線、上越本線経由で、同年9月1日始発の袋では、東北本線、岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線経由で、カシオペア機構として、初の周回ツアーも行われた。2019年4月27日始発でも上野、 青森のツアーは継続されており、同年5月3日、始発には、GW 特別貸切企画憧れの新州、カシオペア機構2日間による上野長野間で、ツアー運行がなされている。同年5月17日には、上野秋田間、上越、新越本線、上越本線で改装され、翌18日には、秋田青森上野での逆方向のツアー、運行実施。 2016年6月4日運行再開したカシオペアクルーズでの検引機は下記の通り、A800 系 DF200 型については機関車のみ JR 貨物から借り受け運転は JR 北海道の乗務員が担当する形となる。また2017年2月26日発分で北海道乗り入れが終了したことにより JR 貨物の A800 系 DF200 系の牽員も終了している。ただし、JR 東日本管内のみのツアー運行となった際も2017年12月5日、始発においては A500 系牽員で JR 貨物所属機関車が使用されたツアーが例外的に存在している。一般販売のカシオペアとほぼ同じだが、ツアー募集人員は E26 系客車の編成定員。 176人に対して30から50人、初期の2回は除くと少なくなっている。また、食事関係では著名なシェフが素材を吟味した特別なメニューを整え、トレインクルーと称する社内サービス専属スタッフも同行する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。